ISU-152 または JISU-152 は i s 2のシャーシを利用しケースメート式に ML-20152mm 流弾砲を装備した自走砲である。生産の終了する SU-152 自走砲の後継として1943年12月より量産が開始された。戦闘室は SU-152 と 類似した構造で、砲を 122mm に変更した ISU-122 自走法とは、ほとんど同じ車両である。本社の生産は、戦後の1955年まで継続し、後に、近代改修型として1956年に ISU-152K に、1959年に、その一部が ISU-152M となった。 また対戦中にポーランド人民軍にも供与され、1960年代にエジプトに輸出もされている。生産数は対戦中に ISU-122 系と合わせて約4075両。対戦後に ISU-152 が約2450両であった。 キロボルト -1S 重戦車をベースとした SU-152 がその火力で敵の重防御拠点や重戦車を破壊可能な成功策となったことからキロボルト -1S の後継者でもそのシャーシを流用した自走砲の開発が求められた。新型自走砲の開発はベースとなる新重戦車後にイナ s 1と呼ばれるようになる EAS-85 の 開発と並行して行われ、オブイエクト241の名で試作者が完成した。これは1943年夏にグコに提示され、ISU-152 として採用、12月には同一車体で搭載法が異なる ISU-122 とともに、最初の35両が生産された。ISU-152 のレイアウトは成功作であった。 SU-152 のそれをほぼそのまま引き継いでおり、戦闘室形状も酷示しているが、キロボルト系列に比べ新型のイズ型シャーシが低い、ため、逆に、上部戦闘室は背が高くなっている。社長及び報酬用ハッチは、イズ -1、二重戦車のキューポラ状に使われたものと、ほぼ同型の両開き式となり、後期の生産者では、社長用ハッチに、 機銃化が装着された。この二つのハッチ及び後方の装填紙ハッチ上には回転式の MK4 ペリスコープが装着され SU-152 で使われていた戦闘室天井周囲の固定式ペリスコープは除かれた。また戦闘室天井は全面が溶接されていた SU-152 に対し ISU-152 では後半部分が ボルト止めに改められている。これは被弾誘爆時に容易に外れて、爆風を逃がすための措置で、前の方の SU-152 では誘爆の圧力で完全に破壊される場合でも、ISU-152 では再生可能なレベルに抑えることができた。1944年2月には、軍、または、 方面軍直轄の独立十字総法連隊に21両ずつ配備され、1944年の末からは、戦車軍直轄の特別機械化砲兵両団に65両ずつが配備された。ISU-152 と122は、終戦までにこれらの53の部隊に編成された。十字総法連隊は1944年夏の、 バグラチオン作戦から本格的に活躍を開始し、少なくとも14個連隊が投入された。また野戦だけでなく、後の K ニヒスベルクやベルリンのような紫外線でも、威力を発揮している。ISU-152 は ISU-122 に比べ方の発射速度や方向初速が劣り、対戦車戦闘に最適とは言えなかったものの、当時の中戦車クラスなら、 作薬量の多い榴弾でも破壊可能で鉄鋼弾がたとえ貫通しなくても走行内壁を剥離、飛散させ乗員を殺傷したり弾量効果による衝撃で叩き割ったり故障を起こさせ戦闘不能に追い込むことができた新たなドイツ軍重戦車の出現に備えより高い走行貫徹能力を持つ方を搭載することも試みられたオブジェクト四十六として 長方針の 152mm 砲である BL-8 を搭載したタイプが試作され、同じく BL-10 を搭載するオブジェクト247、また、合計 130mm の海軍砲 S-26 を搭載するオブジェクト250も作られているが、どれも量産には至っていない。またイズ3の射台を用いて、 全面装甲 120mm の被弾形視を取り入れた戦闘室を持つ OVA-704 も作られ採用されたがやはり本格量産には至っていない。エジプト軍で使用された ISU-152 イスラエルのラトルン戦車博物館に展示されている ISU-152-152mm 砲装備。 1943年から1955年に生産 ISU-122-122mm 砲装備。1943年から1952年に生産1950年代後期以降余剰化した ISU-122 は後日の派生車種に改造されたオブジェクト246兆 方針 152mm 砲 BL-8 を搭載した試作型。オブエイクト247兆、方針 152mm 砲 BL-10 を搭載した試作型。オブエイクト250兆、方針 130mm 砲 S-26 を搭載した試作型。オブエイクト 704EAS-3 の車体から改造された。 軽車走行を持つ 152mm 放送日の試作型 ISU-152K1956 年に改良された方 T-54 と同じエンジンへの換装、車長級ポラ追加など ISU-152M1959 年に改良された方暗視装置追加など ISU-TISU-122 152の手法を撤去し、野戦式車両とした方。BTT-1ISU-122、152の手法を撤去し、走行牽引車、走行回収車とした方。2P4ISU-122、152の、車体をベースにしたフロック -1 無誘導値。対地ロケットの輸送規律発射機。システム名称は 2K4 フィリン。 8U218ISU-122-152 の車台をベースにした R-11 スカット A 弾道ミサイルの輸送機律発射機。2P19ISU-122-152 の車台をベースにした R-11 スカット A、R、R-17 スカット B 弾道ミサイルの輸送機律発射機。ウォーサンダーソ連駆逐戦車 ISU-152 として開発可能。SU-152 の後継に位置付けられている。ワールドオブタンクスソ連駆逐戦車。ISU-152 として開発可能。バトルフィールド1942モッド。フォゴトゥン。ホープシークレットウェポンにソ連軍兵器として登場。ISU-152 や ISU-122。 ISU-T に加え試作に終わった ISU-130BL-8 搭載の ISU-152BMBL-9 搭載の ISU-122BM が登場する。ありがとうございます。